ってちなみにその人だけしかできないっていうか、それじゃ困るんで、いつ何時誰でもできるようなトレーニングの仕方をやってます。うまくできなくてもね、決して怒鳴ったり怒ったりしてはいけないですね。まずね、唾液採取、これ もう共同研究で唾液なんか採取して検査、毎月検査して歯周病なんかのなんかもこれで分かるんで、うまくできた時には、ね、教科書として彼女の大好きなものを今ちょこっと分けてすごくうまくいった時は多めにあげる。次はね、エコーを取るためのトレーニングですね。今トレーニングの最中なんですけど、まあ、実際にここでうまくいくようになったら OK。 実際に機械を使って、ただ高価なもんでもしも取られたら大変なことになるんで、そういうふうにならないように、ね、今別に乾燥のところを今押してるんですね。エコーとお腹を見て、何種類かやってるんで、手元を見てないと、多分赤ちゃんに与えるようなものとか、で次はね、口の中を見て見るケースですね。ただまあこの場所にね移動してから、ここでトレーニングするようになってからまだ 2,3 日しか経ってないんですよ。まあ、それでもそれなりにできるって。楽しくて、要するにこれも一つのエンディスメントになってるみたいです。次はね、歯磨き。普通こういうこの手のね動物って虫歯にはならないんですけど、人間と同じ果物をいっぱい食べるんですよ。そうするとどうしてもね歯周病とかそういう虫歯とかなっちゃうんですね。でそういうのをね防止するためにも歯磨きもやるようにはしてます。ただよく言われる、よくやるっていうか、周りの飼育員から言われるんですけど、歯磨いてうまくできた後に甘い干しぶどうとか、それはどうなんだろう。ただ今はその要するに歯磨きをするっていう行為を今トレーニングしてるだけで、うまくいった時にはもうすぐに洗い流せるようなものにこの歯磨きの時は変えようと思います。これは別に決してのショーではないので、まあそれだけ知能が高くて、まあ見てたりと分かりますよね。次はね、体温測定ですね。まずおでき、これもね、たぶんね、目的があるんですよ。たぶんジュースかな。次は耳の中ですね。これが一番体温に近いんですね。
ちなみに今10ぐらいいろいろやってもらってるんだけど、彼女の場合2週間ぐらいで大体できるようになりました。2週間、まあ、そのために、うん、2週間次はね、注射、採血じゃなくて注射ですね。結構ね、僕もたまにどんなもんかという感じでやってもらうんだけど、結構痛いですよ。痛いんだけど、それ以上に彼女はやってほしいと。すごい。みんなのがやってる。まあ、実際に分厚いこの注射ですね。もうこれ本当に注射って。まあ。やる準備は今いろんなもの出してきてるしてんですけどね。クリさんの手は次はね、正義なんかを分かるように、採血ですね、なんかつくかどうか今のところね、毎月来てますね。確認できてます。すごいね。これができることによって、人工授精っていうこともね、考えられるようになるんで。あと次ね、赤ちゃんを産ませるためにも、いつ一緒にさせればいいかなとか、その目安になるんで。はい、これで終了で。で今、これからですね、採血だとか、血圧もできるようにしようかなと思ってます。今日はもう初めてなので、話したことはたくさんあるんですけど、ね、なかなかこれはもう追って少しずつできるようにしていきますので、皆さんまた来てください。ちなみに今隣にいる隼人君も同じように今トレーニングして、でき次第隣の慶次郎も同じようにトレーニングしようと思います。どうもありがとうございました。